はい、セール完了です。というわけで、酒を持ってきたので村長さんのところに行って歓迎されてきましょう。へい村長、持ってきてしまわれたのですなって、ひどいこと言いますね。うん、ちょっと未成年の飲酒はあんまりよろしくないですけどね。まあ口をつけようだけでいいんだったらやろうよ。その方、それを望んでるんじゃないのかい村長さん。うん、オッケー。うん、しかしなんだい、ちょっともうとっとと言ってくれよ。しかし何なんですか。ん？無茶な考えは捨てることだ。何を言ってんのかな。うん、そうですね、我々の目的はそれです。うん、そう、霧の字が抜けたいんですけど、そこでねちょっと気になった、そうそうそう、霧よけの実もらえるもんならもらいたいんです。うん、なるほどね。うん、どうでもいいですけど、この村長さんなんかこうあれですね、カブトムシみたいな角を生やすんですね。あれか、角はあれなんだね、だんだんああなるんだ。そうですね、ケチっていうのはさすがに村人にも事情があるんですよ。うん、まあそうですね。うん、まあ大切な宝を、それはね、言ってもよそ者ではあるからね。まあそんな、はいそうですかって渡すわけにはそりゃいかないでしょう。うん、長くなるのかい。え、あと8分ぐらいであれなんだけど、30分になるんだけど。うん、この世は光に包まれた素晴らしい世界であった。なるほどね、まあ楽園みたいなもんですね、今でいうところの。うん、それは良くないことだ。それは良くないでしょう。うん、そんなことをすると罰が当たるわけですよ。うん、まあよくある話ですね、人間の欲望がこういうわけのわからんことを招くっていうことですよ。うん、ほう、それが世界の果てっていうことかな、つまり。なるほどね。うん、それが霧よけの実っていうことなのかな。うん、なるほどね。まあそうでしょうね、霧よけの実があるからこそまあそれはますます欲しくはなるけど。うん、まだ話は聞けんのか。うーん、世界の果ての向こうには幸せな世界が広がっているそうじゃ。つまり誰か住んでるってことですね。うん、まあ早い話が誰か住んでるわけだ。だって幸せな世界に人がいないわけがないからね。うん、登りますよ、本気で登ろうと思ってるんだよ。うん、まあとりあえず休みますか。うん、なんかあの感じだと
切り置きの実はあんまりもらえそうにない感じですね。ここか。お、いたいた。うん。これが母親かな。うん、まあそうですね。じゃあ止まりましょう。うん。お、そうなんだ。預かり所が見えてるね。すごい美味しいみたいですね。プーイがあんなに喜んでいる。うん。ちょっと暗いよね。そんな言い方はないでしょう。うん。まあそうですね。立場があるから。まあね、そう簡単に村の宝を持ち出されるわけにもいかないっていうのはわかります。うん。汚いな。うん、そうですね。うん、まあそれはまあまた考えましょうよ。うん、それはやめておきます。ジャスティンをそんなからかってはいけません。何やら不穏な感じですね。これはもしかして見つかっちゃったっていうことですね。なるほど、これがミューレンの作戦だったわけだ。まんまとはめられたわけですね。これはやばい。これはやばい。ガーラエル軍があの集落に来てしまうってことが。これは軍が来たんだ。よし、急ぎましょう。ご神体を狙っている、あのゼーレみたいなやつですね。うん、まあずっと隠れ住んでいたから戦う術なんか知らないでしょう。よし、ここはやっぱりね、人助けをしましょう。戦う術を知らない人たちを放っておくわけにはいかないですね。うん。よし。このジジイ、ちょっとなんかイラッとくるな。このジジイ言っちゃ悪いけどね。あー、まあ大丈夫だろう。行こう。
なるほど、強制エンカウントか。鬼軍曹か。鬼軍曹がデフォルトなんですね。どうしよっかな。風よ、吹き飛ばして。ちょっと魔法は温存したいんだよな。あとは苦しくなるから。波動拳をしようとしているやつがいるな。まん丸輪っかでなくてもいいか。グラギンしとくか。ちょっと遅らせて。これで遅らせてフィーナが先に行動できるかな。微妙、間に合わないかもね。よし、いて、痛いな。こいつは待機だからまだいいや。これで二人いったでしょ。で、この残りをフィーナに任せる。よし。ちょっと魔法っていうか消えた。ちょっと待って、HP を回復したい。2のゲロまで。OK。まだいる。多いな。また鬼軍曹かい。風をあげたい。風よ、吹き飛ばして。で、思い切ってショックウェーブしちゃうか。その間にリーガンとかもやってね。これで全員死ぬわけではないけど、タメ切りをやろうとしてるやつがいるけど、あれはジャスティンにやってもらおう。こいつは攻撃をスーにしようとしてるから、よし。で、タメ切りやろうとしてるやつを、あ、封じきれなかったか。仕方あるまい。またタメ切りしようとしてるやつがいるな、フィーナに対して。あれはフィーナにやってもらえばいいか。こいつは行こう。こいつを先に、よし。タメ切りか。よし、いい感じ。
それはやっぱり、もう強い。多い。よし、だいぶやった、人が減った。ここだっけ、こっちだった気がする。なんかやたらと重いんだけど、処理が。よし、あー疲れた。ちょっともう鬼軍曹多いんだけど、めっちゃ疲れた。リーン注意か。やはり彼女がフィーナの姉だったんですね。まあ予想通りの展開ですけど。
まあそうなるよね。え、マジかい。この石が何だって言うんだって話ですけどね。精霊石なのか。この石が精霊石だったというか。やばい、これは最悪かもしれない。ジャスティンが精霊石を持っていることがバレてしまったのではないかい。バレたな。確実にバレましたね。ジャスティンが精霊石を持っているということが。これはまずいことになりましたね。本格的に軍から追われる立場に。ちょっとミューレンを本気にさせてしまいましたね。そうですね。仕方ないですね。あれが精霊式だったのか。うん、まあね、頑張ったんですけどね。まああそこで精霊石が光ってなかったらね、あのこんな欠片すらもなかったからね。うん、これは霧よけの実ではないですか。まあ気持ちわからんでもないけど。まあそんなに時間はかからないでしょう。もう分かってさえしまえばね。うん、そうですね。このルクの角がね、いずれあの村長さんみたいなカブトムシになると思うと泣けてくるね。うん、
今度はちゃんと歓迎されに行こうね。よし。うん。まあ、また来るよ。うん。ありがとう。まあ、フィーナの方はダブルパンチですからね。とりあえずなんかあるからこれ拾っとくか。今拾うかよ。あー、これはいらんかったな。あ、信頼の絆、これはでかい。これはもらっとかなきゃ。うん、よし。というわけで、今回はここまでにしておくけど、敵がいる